far over the misty mountains cold, to dungeons deep and caverns old. We must away at break of day to find our long forgotten gold. The pines are roaring on the height, the winds are mourning in the night. The fire was red, it flaming spread, the trees like torches blazed with light. The wind was on the withered heath, but in the forest stirred no leaf. Their shadows lay be, night or day, and dark things silent crept beneath. The wind went on from west to east, all movement in the forest ceased, but shrill and harsh across the marsh, its whistling voices were released. Farewell we call to hearth and hall, though wind may blow and rain may fall, we must away ere break of day. Far over the wood and mountain tall. Genesis chapter 19. Early the next morning, Abraham got up and returned to the place where he had stood before the Lord. He looked down toward Sodom and Gomorrah, toward all the land of the plain, and he saw dense smoke rising from the land, like smoke from a furnace. According to Riley Study Bible, it explains about this smoke as follows. Deposits of sulfur and asphalt have been found in this area. Possibly, an earthquake occurred and lightning ignited the gases that are released, causing a rain of fire and smoke. Sulfur, gases, earthquake, lightning, it caused a rain of fire and smoke. Those who must be Christians do not believe in the Lord, which sounds funny to me.
創世記第19章。その翌朝、アブラハムは起き上がり、主の前に立ったその場所に戻った。彼はソドムとゴモラと平原全体を見渡した。アブラハムは濃い煙が、かまどから昇る煙のように、大地から立ち上っているのを見た。で、それについて、来理版聖書は、次のように解説しています。ソドムとゴモラあたりには、硫黄やアスファルトが堆積しており、それから発生するガスに、地震が原因で起きた稲妻が点火し、それが降り注ぐ火や煙になったものである。硫黄、ガス、地震、稲妻、それが火や煙を起こした？キリスト教徒でありながら、主の力を全く信じていない。おかしいと思いませんか？広し林、浜松シティ、ジャパン。創世記第18章と第19章にソドムとゴモラの破壊について詳しく書かれています。ここが第18章です。そしてそれに続く第19章の中でその時の様子が詳しく描写されています。ソドムとゴモラは実在した町なのか？実在したとするならば、ソドムとゴモラはどこにあったのか、その謎について考えてみたいと思います。およそ4000年前、アヌンナキの大部分は地球を去った。同時にシナイ半島の宇宙基地とソドムとゴモラを核で破壊した。しかし、エアの長男のマルドックは彼の忠実な王とともに地球に残った。マルドックは過去において人間の女性と結婚した。その女性というのはアヌンナキと人間の混合種であった。それゆえに、つまり人間の女性と結婚したためニビルへ戻ることを許されなかった。人間は天国、つまりニビルへ入ることを許可されていなかった。イーノックのような例外は時と場合にはあるが、そうでなければ許可されたとしても短期間のものであった。そのためマルドックはハイブリッド種の妻と一緒に暮らし、ニビルでの皇族を失うか、それとも妻を捨て彼の地位を維持すべきかの選択をしなければならなかった。すでにアヌ王や枢機卿たちの怒りを受けていたこともあり、彼以前のナムールの血筋を引いていたので、マルドックは地位などクソくらえと言って妻を選んだ。しかしマルドックは彼の親族を忘れることも許すことも決してなかった。彼の親族が自分を裏切ったと考えていた。それでマルドックはエンリル一派、つまりレプタリアン族との対決を宣言し、地球の支配者になることを望んだ。少なくとも王が地球にいなくなるよりは良いとマルドックは考えた。そのためイナンナと激しく戦った。イナンナというのはエンリル一派の女性であった。権力に溺れた二人のアヌンナキが原因で、その戦争により何千人もの人間兵士が巻き込まれ殺された。
アヌンナキが地球を去った時、すでにマルドックの妻、つまり人間は死んでいた。マルドックの妻は神々のように長寿ではなかったが、アヌ王や枢機卿たちはその反抗的な性格によりマルドックがニビルに戻ってくることを望まなかった。代わりにアヌ王たちはマルドックを地球に残し好きなことをさせた。もしマルドックが地球の王になりたいというのならそれはそれでよいと。が、神々はマルドックがその基地を使ったり乗っ取ったりしないようにと最初に市内の宇宙基地を核で破壊した。それ以来マルドックがこの地球の責任者となった。少なくとも地球の大部分の支配者となった。マルドックは現在私たちが地球のエリート、つまりイルミナティ、さらにはあるべき権力と呼ぶ実質的な派閥の権力者であった。しかし彼はただ一人の責任者ではなかった。他にも地球エリートの部分を操る別個の勢力があった。そのため事情は複雑であった。近くさらに詳しく調べることになる。神々が地球を放棄して以来、延期一派、つまり竜族とサーペントクランとエンリル一派、つまりレプテリアン一派、つまりラム族が地球に残された。そして彼らのうち何人かはニビル王国に対して忠誠を誓っていた。もちろんマルドックは明らかにそうではなかったが、それでニビルの血筋を引いた者同士の戦争は現在の今もいつものようにこの地球上で続いている。人間がその兵士というわけである。自由のためと称してイラクやその他の場所で戦っている若くて勇敢な兵士を励ますことにはならないが、実際には今までもいつもそうであったように、彼らは神々の戦争をしているに過ぎない。以上、ゼカリア・シッチンによる地球年代史の一部をそのまま翻訳させていただきました。ソドムとゴモラはヨルダン川沿いの平地にあったとされています。ウィキペディアは次のように説明しています。まあ、ここにいくつかの都市名が出てきます。で、それを調べてみましたが、その都市名からは特定できませんでした。で、林博士のやり方で検証してみます。これが旧約聖書の時代の各部族の勢力地図ということになります。で、この中から先ほど見ていただきました都市名を探してみましたが、見当たりませんでした。で、アブラハムの行動記録が手に入りましたので、それをもとにソドムとゴムラがどこにあったかを推察してみることにしました。今皆さんにご覧いただいているのがアブラハムの行動記録です。で、調べてみましたら、
アブラハムはセチェム、現在のナブルスという町に近くまで来ていたことが分かりました。ヨルダン川の西岸の町です。で、皆さんをヨルダン川へ案内します。下が司会です。ヨルダン川ですね。ヨルダン川は司会とガリラヤ湖をつなぐ川ということになります。ヨルダン川です。で、先ほどの記録によりますと、ソドムとゴモラはこのヨルダン川沿いにあるということになります。一方、アブラハムの記録を見ますと、どうも視界の西にたどり着いているようです。で、このあたりにそれらしい平地はないように感じます。ガリラヤ湖が見えてきました。ガリラヤ湖です。で、視界の西を探してみることにしました。ソドムとゴモラは実在したのか、実在したとすればそれはどこなのか、検証を続けてみます。下が視界です。縦に流れているのがヨルダン川です。その河口付近を検証しています。この河口付近のですね、画像処理をしてみますと、巨大な円形が現れてくるのがわかります。巨大な円形ですね。このあたりは巨大な円形に囲まれているということになります。ゼカリア・シッチンの説に耳を傾けてみたいと思います。ゼカリア・シッチンです。ゼカリア・シッチンは、ソドムとゴモラについても書いています。マルドゥックについて書いた記録ですけども、その一部にソドムとゴモラが出てきます。全文は別のところで翻訳しましたので、興味のある方はそちらをご覧になってください。ここでは一部を抜粋して皆さんにご覧いただきます。その中で、ゼカリア・シッチンはこのように書いています。およそ4000年前、アヌンナキの大部分は地球を去った。同時に、シナイ半島の宇宙基地と、ソドムとゴモラを核で破壊した。で、そのシナイ半島へ、皆さんを案内します。で、以前から広く言われていますけども、このシナイ半島には奇妙な大地が広がっています。中央の白い部分に注意してください。まあ、草木も育たぬ荒れ果てた土地ということになります。これが核攻撃で破壊された大地の跡ではないかと唱える人は多いですね。残留放射性物質も観測されています。まあ、シナイ半島では何やら大変なことが起きたようです。断定はできませんけども、まあ、普通の大地ではないということです。まあ、現在のシナイ半島はこのようになっています。まあ、こうした大地が広がっているということですね。そして数多くの遺跡も残っているということになります。まあ、今日のポイントではありませんので、このシナイ半島についてはここまでにしておきます。と言っても、この分野にはすでに多くの研究家が入り込んでいます。ソドムとゴモラはどこなのか。ということで、まあ最近ではですね、
これからお見せするところがソドムとゴモラのあった場所ということになっています。この写真の左方ですね。で、左がソドム、そして右がゴモラということになります。そしてソドムにはですね、現在セドムという地名の町が残っています。と言いますか、ソドムとセレム、何か関係があるのではないかということになります。これがソドム、すなわちセドムということになります。大変まあ、可能性の高い場所ということになります。一方、ゴモラはですね、現在、マサダと呼ばれている地域になるそうです。マサダ、ゴモラ。音としてはそれほどつながりませんけども、位置的にも、まあ近いということですね。そして、左上の方にゾアという間違い見えますね。このゾアの近くにソドムとゴモラがあったということは分かっています。まあそういうところから、ソドムとゴモラはこの辺りではなかったかというふうに、まあ現在言われているわけです。で、まあこのように検証してみたのですけども、まあそれらしい痕跡は、私が調べた範囲では見つかりませんでした。これがゴモラの方ですね。まあそうした核兵器による核攻撃を受けたのであれば、何かの痕跡が残っているはずというふうに林博士は考えたわけです。話は少し脇道にそれますが、この四海の北方にクムランと呼ばれている遺跡があります。クムラン遺跡です。ここがクムランです。このクムランから四海文書と呼ばれている大量の文書が発見されています。そしてこのクムランにはですね、カッパドキアに大変よく似た洞窟があちこちに広がっているということです。まあそうした遺跡もですね、この四海周辺にもっと言えばソドム・ゴモラの近くにあるということになります。このクムランからクムラン文書とも言われていますけども、四海文書、すなわち歴史上最も大量のまあ、文書が見つかったと言われている、まあ、場所ということになります。これが、その、クムラン遺跡から発掘された文書群です。銅板に書かれたものもありますが、このように壺の中に保管されていたそうです。で、現在、大変保存状態の良い状態で、解読が進んでいます。それも今日のポイントではありませんので、ここでは省略します。いわゆる四海文書ですね。で、981もの異なった文書を言うと。そして、11の洞窟から発掘されたということになります。話を先に進める前に、少し前に作りましたナンバー1709をご覧ください。古代の核戦争がどのようなものであったか、皆さんにも分かっていただけると思います。